オリン・ヘンドリーは、スコットランド、キース出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。現役時代は、ダンディ、ブラックバーン、マンチェスターシティ、レンジャーズ、コベントリーシティ、ボルトン、プレストンノースエンド、ブラックプールでプレーした。地元のユースクラブで FW として、キャリアをスタートさせた。1983年にダンディに入団。 1987年、当時イングランドの2部のクラブであったブラックバーンに移籍し DF となった。ブラックバーンで活躍した後、1989年にマンチェスターシティに移籍する。1991年にケニー・ダルグリッシュが監督に就任したブラックバーンに復帰。チームのプレミアリーグ昇格に貢献し、1994から95シーズンには、 SAS と呼ばれたアランシアラーとクリス・サットンのコンビと共に、クラブのプレミアリーグ初優勝に貢献した。1998年には400万ポンドで、スコティッシュプレミアリーグのレンジャーズに移籍し、活躍の場をスコットランドに移すが、怪我や監督であるディック・アドフォーカートに対する不満などもあり、クラブの黄金期の中で満足な結果を残すことはできなかった。その後、 2000年にコベントリーシティ、2001年にボルトンに移籍、プレストンノースエンドへのレンタル移籍を経て、2002年にブラックプールに移籍し、2003年に現役を引退した。スコットランド代表としては27歳で、代表デビューと比較的遅かったが、スコットランド代表として51試合に出場し、1998年の W ハイフランス大会では、 キャプテンとして代表を率いた。2002年の W 杯日韓大会の予選でも活躍していたが、2001年3月28日に行われたサンマリの戦で2ゴールを決めた後、サンマリの代表のニコラ・アルバーニに対するファウルで6試合の出場停止処分を受けてしまい、この試合がヘンドリーにとっての最後の国際舞台となってしまった。 約20年にわたる現役生活で500試合以上に出場し、クラブでは40ゴール以上を挙げ、代表ではキャプテン、ディフェンスのようとして活躍した選手であった。引退後は2004年にブラックプールの監督、2006年にボストンユナイテッドの監督補佐を経て、2007年にクライドの監督に就任したが、2008年に辞任した。ありがとうございます。